こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、現在ミスタードーナツで発売中のミニオンわちゃわちゃドーナツ3種、そして明治エッセルスーパーカップカフェオレのチョコチップを食べたいと思います。なんか一つ違うのが入ってますけど、はあ、そこはちょっと明治だけ紹介するのちょっとあれなので、まとめて紹介させていただきますね。わちゃわちゃしての方が楽しそうな気もしますし、早速ミニオンのわちゃわちゃ、バナナとマンゴーが使われてるみたいです。これあれ、ポンデどっちだったかな。食べてみればわかります。ではいただきます。うわ、早速ミニオンのバナナが口の中で暴れて、さらにパチパチという心地よい音も聞こえてくる。これは今回も思ったんですけど、こっち、あ、ミニオンたちにはそれを超える化け物がいましたね。うわー、これはすごいわ。コーヒー片手に楽しみたくなるドーナツたちですね。あ、そういえば明治スーパーカップはコーヒーじゃなくてカフェオレットチョコチップなんだから、ある意味では合ってるかも。しかしこのオートフォーカスが時折ぼやけるのが問題だな。なんか手を打たないとで、そういうのはどうでもいいんだよ。今はとにかく甘くてトロッとしている、その中で暴れるミニオンたちも、あ、ちょっとほんのり苦めのスーパーカップも美味しいです。ごちそうさまです。まず最初に食べた、じゃあので一緒にミニオンも映しておきますね。まず最初に食べたポンデリウムなんですけど、バナナの優しい甘さと、なんだろう、ソーダ味のパチパチというのかな、のシュワッとした刺激がよく合っていて、もっちりとしたポンデリウム、おなじみの生地との相性もバッチリで美味しかったです。自分はバナナが好きなので、いつもバナナを代表にと言いたいところなんですけど、その次に食べたマンゴーオールドファッションかなですね、忘れ、名前忘れちゃったんですけど、マンゴーオールドファッションの噛んだ瞬間に広がってくるマンゴーのまろやかな甘さ、多分ジャムかピュレだと思うんですが、バナナ以上に強い、それでいて優しい甘さで自分を包み込んでくれて、リニューアルして少しふんわりしているオールドファッション生地と非常によく合っていて美味しかったです。そして最後のことはゴールドミニオンポップなんですよ。あれは一つミニオンをコスプレしてるだけで、あとはザクザクとした食感が美味しいものの、いつものゴールデンチョコクランチなので、そこまで新しさはなかったですね。まあ、あくまでミニオンの気分を味わうドーナツと話です。今日ちょっと変化球の味わい、という場合におすすめです。もう話の流れでお分かりだと思いますが、今回はミニオンドーナツの中だとオールドファッションマンゴーが優しくも強い甘さで包み込んでくれて一番好みだったので、代表として6点とさせていただきます。そして残る明治エッセルスーパーカップは、パリパリというチョコチップの心地よい音とカフェオレのまろやかな甘苦さというものでしょうかが、アイスとして口の中でとろーっと広がってきて美味しかったです。甘すぎずちょっとひんやりしたい時にいいです。甘すぎちょっとってちょっと言い方難しいですけど、甘すぎないアイスがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。というわけで、本日はミニオン×ミスタードーナツコラボドーナツとミュージルスーパーカップを食べてみた動画でしたが、あなたは何が一番気になりました？もしよろしければコメントで教えていただけると、そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるととっても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞